弁天レコードプレゼンツ、ララツネ T シャツ抽選会、やってまいりました。イエイ、抽選が始まりますが、お、始まりますか。一言、はい。いや、今日はね、100万人のギャラリーの中、いや、ありがとうありがとう。じゃあ何の抽選ですか。はい、今日はですね、万流寺スタジオが総力を挙げて作ったというララドゥ&ツネ T シャツを、イエイ、これをご覧ください。で、抽選して、はい、プレゼントして、プレゼントしましょうということですね。誰にプレゼントするんですか。これはですね、ツネバラ、はい、これをご購入くださった方の中から抽選で4名じゃあ買った人しか当たらない。そうです。じゃあ買ってない人はその人は残念ですね。口君はこういう人です。ツネバラ、さあ、それではですね、話題沸騰中、4名様、これ T シャツのちょっと説明などをですね。そうですね、まず、まずはこれはもうララドゥですね。これもう後期ですね。これは僕は、ツネファムの方に作ってもらったもの。これと全く、これ何年前ですか。2年ぐらい前じゃないですか。恥ずかしいのは入ってないですか。はい、これはソロになりたての頃ですね。ああ、私も知ってますね、ね、ソロになりたてで、それはソロからちょっと経ってる。目つぶってますね。さすがですね。毎回そうです。はい、そしてこれがですね、ララドゥの初期ですね、これね。はい、これ初期です。これ貴重ですね。貴重ですね、はい、貴重です。ガラ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 、やる気ないですね。盛り上がってない。ガラ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 。さあ、はい、はい、1人目、はい、はい、11番、イエーイ、11番のあなたです。はい、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ま、マジで、はい、行きまして、はい、これだ、おー、93、93の曲、イエーイ、ありがとうございます。サンキューの曲、イエーイ、93、これは素晴らしいね、サンキューの客。しかしこれマジですね、本当にね。マジですね。すごいですね。俺もドキドキしてきた。ドキドキ。これだ。お、なかなか出ない。一番。なかなか出ませんよ、普通。おめでとうございます。すごいすごい。あなたにプレゼント。19番。19番。イエーイ。あなたです。あなたでした。これ菊池さんが死、なんか意思があって選んだわけじゃないですか。ないですよ。超マジですね。すごいですね。イエーイ、おめでとうございます。おめでとう。これは誰にどこ、誰が行くかは決まってない。これ決まってないですね。そうですね、はい、来てからのお楽しみ。もう来てからのお楽しみです。まあ、私これどうですかね、これ着るというより飾っておいてもらってもいいですかね。そうですね、うん、あと抱きしめて、抱きしめて、枕にかぶせて、枕にかぶせ、なるほどね、いいね、ありですね。はい、どんな風になったかはまた、はい、聞かせてください。あ、ポペちゃん、あ、何、何、何、はい、自己紹介からどうぞ。え、まず、あ、コペリックスのコペです。ルイです。遅いじゃない。回ってない。どこ行ってた、何してた。今日なんかあんの。大変だったんですよ。何がコペさんがいなかったおかげで。え、な、な、な、私は、これ何よこれ。そう、菊池常俊 T シャツ大抽選会って。まあ終わったところなんですよ。大抽選会。それで、あのクスちゃんからね、あるよって言われてた。でもね、すごい盛り上がったんですよ。本当に。さすが菊池常俊健在という感じでしたね。いやね、なんだかんだ言ってね、あの方エンターテインメントね、なかなか今やですね、コロナ時代を代表するアーティスト菊池常俊って感じですね。そう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 、ライブがやっぱりレア。そうですよね。で、ほら、僕らあの、やっぱほら、クスちゃんがさ展覧会やったらみたいな話。そうですね、これが展覧会のこの、なんかね、隅っこでやってますけど、なんか横割りの隣の隣の隣のやってるみたいですよ。
からない。よくわからないですよ。でもね、なんかね、T シャツ、あのほら、あの常バラってバラードばっかり集めたの作ったじゃないですか、はい、あれでね、結構ね、それの抽選会をやってたのね。今更何を言ってるボケてました。そのためにこんなに準備をって大変な準備をしてですね。それでは、男と男は、コペルティクスとコペルティクス遅いどこ行ったの。いやいや、どうちょっと、いろいろって言うと、どうしたらいいんですか、的な。あ、このコロナ時代。そう。さっきね、田口優里と出会ってたんですけど、はい、ほら、こちらが勝手にフェイクニュースとか言って、クスちゃんがね、合成して渋谷の街をこうやってね、こう、宣伝感が回ってる。あのトラックになんか1000万かけたとか、違うんですこんなちっちゃいんですよ。そうか。あと、ルンちゃんが作曲した、名曲がほら、あるじゃないですか。クロスイングザウォーターの配信をしようと。あ、多分ね、いい曲だと思いますよ。実は彼女の実質デビュー曲。え、そうだったの。ほら、覚えてないでしょ。聞いてないでしょ。それほどの思い入れがなかった曲じゃないですか。いや、あれを魂かけて作った曲です。いやだからそれをね、今度PV を歌うこと。あ、楽しみですね。はい、で、彼女なんて言ったと。はい。じゃあ明日からダイエットします。で、明日来るんでしょ。テントセンスってバイオリンとね、パッカッションってね、シュージーさんってここでほら大活躍の。あとお綺麗な方が。ああ、綺麗な方が、なんかね、すごい綺麗な方が。でもね、お友達になってくれそうないんですけど。ダメですね。もうあまりに美人だってね、シュージードキドキするんじゃないかと思ったね。シュージーは慣れてるから、美人には。あのポケちゃんが美人になれてない。で、一応ね、相談めいた話あったんですけど、もうね、ちゃんと彼らできたんですよ。できてるんだ。うん、それはできてるとは。いやですね、じゃなくて、コロナ対策ができてる。あ、素晴らしい。そうでも、テント戦で検索するとあれですか、松本先生さんって誰が。その辺、気をつけていただきましょう。はい、玉尾さんってジャズシンガーとかだったか。私もね、拝見させていただきました、ね、素敵な演奏をね、やたらとね、配信してるんですよ。配信リモートライブ、リモートライブで、それとかね、毎日のようにやってるの、ハスキーさんとか。ハスキーさんはあれですからね、トネガーの人ですからね。トネガーで毎日やってますね。そう。それとかね、田中恵子がビオラで参加してる千鳥カルテとで、やろうとどうもし頑張ってはいるんですけど、ついつい飲み会になって千鳥足カルテ。そうね、まあ、誰もが納得する、まあ、皆さん頑張ってほしいですけど、はい、一応私の後輩なんだけど、塩入さんってピアニスト、あ、素敵な、ね、プロデュースしてるね、さやさんと、これがね、なんともいいんです。拝見いたしました。拝見した。拝見、すごかったね、ライブね。あれはね、技術もすごかった。演奏がめちゃくちゃうまい。見せるね、やるねって感じですね。まあ、あれはやんなくちゃね。あれはだから、あれじゃない、生配信ライブの中で最高峰じゃないかな。コペルニクスはやらない。いや、だからそれをね、今日相談しに、私相談を受けるばっかりで相談したことがないんで。コペルニクスはやらないんですか。ぜひぜひこの際はルニさんにですね、いろいろこうご相談をしてです、ね、なんかいいやつ。まあ、やる気の問題ですね。音聞こえたけど、なんか中でスタジオでなんかやってるな。なんかララドゥとかいう。あ、菊池と吉川、横浜に出ちゃったから本人たち火ついたんだよ。なんかね、新たなる野望をね。ああ、見習いたいもんですね。さっきもね、20年遅かったって言ってましたから、それを取り返すんじゃないですか。これから、ね、皆さんもぜひね、いろいろ取り返した方がよろしい。取り返しましょう、ね。そういうわけでね、コペルニクスといろいろ相談を受けたまっておりますんで、何ができるかって言ったら、そうね、簡単ではないと思いますけど、まあ、望まれればやります。やりますからね。絶対誰か、あなたを幸せにします。はい、ありがとうございます。あ、ちょうどすてき。終わった。広がる青空、白い雲が流れ
頑張っていきたいと思います。次回はあるんですか。やる気があるかどうかですね。常に男の談話室はね、ほとんど進展がないって言えばないので、もともとリモートで無観客ですから。あ、そうですか。それ気にせずやりましょう。はい、はい、我々もそれなりに頑張りたいと思います。おやすみなさい。どうも。はい、まあとにかく自分自身が楽しんでいくんで、はい、それを見てくれたり、はい、するだけで、あ、じゃあちょっと違う、ちょっと待って、無理ですこれ。はい、ついてきてください。はい、ララ、ツネ、T シャツプレゼント抽選会特別番組でした。イエーイ、ありがとう。弁天レコードプレゼンツ。